株式会社ジャンパラは、ジャンパラの称号で、日本全国に、中古商品に特化した、パソコンショップチェーン及び、ロコシーラの称号で、エルメス、シャネルなどの一流ブランドの洋服、宝飾品の買い取り、販売を行う店舗を展開する企業。2019年7月までの会社名は、株式会社サードウェーブエクスチェンジ。発足時、サードウェーブの関係会社だったが、 現在資本関係はなく独立した企業である。1997年、サードウェーブの関係会社として創業し、1999年に社名をサードウェーブエクスチェンジとした。過去にはサードウェーブ要するドスパラが新品、サードウェーブエクスチェンジ要するじゃん。パラが中古という住み分けを行っており、同一敷地にドスパラと ジャンパラが同居している店舗もあった。秋葉原うちの中古市場でも古参の部類に入る。ジャンパラブランドの店舗を全国の主要都市に展開している。2018年8月現在41店舗を展開。エンドユーザーから不要なパソコンパーツ及び周辺機器を業界で一番を自負する高値で全国同等の金額で買い取りを行い店舗内で検品。 商品化を行っている。最近では、レノボや、ゲートウェイなどのリファビッシュ商品の販売や、中古携帯電話、ゲーム機の買い取り業務を追加するなど、取扱い商材の幅を広めて、他社との差別化を図っている。店舗ギャラリー、編集、ロコシーラブランドで店舗を展開していた。2011年2月現在、計5店舗。事業拡大、基礎強化を目的とし、 ジャンパラで培った中古流通システムを応用し、ジャンパラとは完全に異なるターゲット層に視点を向けて立ち上げた。米表、大黒屋など他社よりも高級感を出しつつ、安心、安全、安価な商品を提供することを目指している。2020年7月までに全店を閉店し、事業から撤退している。ジャンパラくんという名前のマスコットキャラクターがいる。 パソコンとモニターのように見える形状は、マッキントッシュの LC シリーズであるとされている。名称のジャンパラ君は、もともとは正式なものではなく、仮で付けられたものが広く普及したものである。ありがとうございます。